寒気八幡神社は、兵庫県加古川市西寒気町宮前にある神社。1397年9月23日の夜も、ふけ、すべてのものが静まり返った時、稲見郡寒気省倉間山に随称があり、一筋の進化が飛んできて、天守モバルの地に落ちた。天地はそのために赤くただれ、まるで昼間のようになった。村の人は驚愕し、なすすべもなかった。これは、 八幡大神の決心であると考え、ほど近い大国の里の松が鬱っと茂内を霊地として祭り、祠を建て、歓喜症の氏神とした。これが歓喜八幡神社の始まりである。その後1441年に、柿津の乱で焼き討ちに、遭い、社殿を焼失したが、1468年に歓喜の少量主、神で求むり、 大国の里にあった神社を宮山に遷座し再建する。大国の旧地は、お旅所となった。江戸時代後期に描かれた、祭礼絵巻さながらの信仰行,行列が行われる。信仰行,行列は、各村が持ち回りで当番となって実施される。当番の順は、一宮へ、東山に転、下丸歓喜歓喜、中西、西村大国家内の臨番であるが歓喜と、転下丸は、 順番は変則的である。昼宮において、行列は村を出発し、上宮に向かい、上宮で神事を行った後に、御子と共に各村を回りながら五旅所たる下宮に向かう。下宮で祭事を行った後に各村を回って、上宮に戻るのが、信行行列の工程である。御子練りは、市での動きに合わせて、揺らすように練られる。また、宮前、大国。 歓喜の三村から屋台が奉納される。ありがとうございます。